ソウル。俺のコスモよ、奇跡を起こせ。さあ、どの戦いを。またあなたは負けることはない。私は信じています。何百億という光を超え、何千億という闇を抜けて、やがてたどり着く世界。死後、神に選ばれた者だけが来ることを許されるユートピア。そこをエリシオンという。ここがエリシオン。なんという美しさだ。しかし、アテナは一体どこに。困るな。そんな血生臭いなりで人夫たちを驚かせては。お前は。我が名はタナトス。なんだその金色の髪と瞳は。お前はスペクターか。スペクターではない。神話の時代よりハーデス様の右腕として仕えてきた最も信頼されている側近の一人だ。側近だと。なら話は早い。そのハーデスを追ってここへ来たアテナはどうした。死んだ。今頃は私の兄弟眠りの神フィプノスがハーデス様にその屍を捧げていることだろう。バカな。嘘を言うな。ハーデスはどこだ。バカめ、お前にいちいち答える義務などないわ。コスモが燃えている限り、私の可愛がっている。はいと。しかし、お前のような取りも足りない存在がこの嘆きの壁を通り超次元まで超えてこのエリシオンにたどり着く。まさに奇跡。このエリシオン、神話の時代から一度たりとも崩れたことのない状態。お前のような戦意とは予測で踏み荒らすとは。死を見逃してもこのエリシオン、まだまだブロンズ戦意の雑誌に瞬きするのはその命。必殺で強しに乗る。抜けていく。ここで倒れるわけにはいかない。これ以上ハーデス様の近くで騒がれては目障り。もはやたとえこの場がセインバルチに離されようと、これはお前を殺すに故障なわけがさ。お前の体を跡形もなく消し飛ばしてやるのは。まだの狙いが。今まだやるべきことだ。少しにも。ウィナー、神とウジ虫の力の差が分かったか、このバカめ。今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。はいと。調子に乗るな。まだ死
ぬわけにはいかない。無駄なことを。お前にはもはや動く力もない。このエリシオン、神話の時代から一度たりとも汚れたことのない情。お前のようなセイントが土足で踏み荒らすと死をもってしても償いきれぬ。これ以上ハーデス様の近くに絡まれては無駄あり。もはやたとえこの場がセイントの血で汚れようと、俺はお前を殺すぞ。こしゃくの目は、お前の体を跡形もなく消し飛ばしてやる。僕はまだ死ねない。俺にはまだやるべきことが。俺は認めん。ウィナー。ウィナー。負けられない。アテナのためにも。コスモの極みを満たせ。今ので終わりか。俺の渾身の剣が効かないとは。神と人間の力の差が分かったか。お前は肉体だけでなく精神もズタズタに責めさえなんでから殺してやる。空、地上の様子を拝ませてやろう。行方不明だったお前の姉が見つかったようだぞ。あれは姉さん、聖火姉さん。姉さんが苦しんでいる。さあペガサスよ、地上でお前の姉がもがき苦しんで死ぬのをとくと見届けろ。やめろ。他にもセイントのウジ虫が何匹か迷い込んだようだったが、お前もその一人か。あと何匹だ。お前の他にあと何匹入り込んでいるのだ。お前も死にに出てきたようなものだな。さあ、このエリシオンへ潜り込んだセイントはこれで全部か。ではお前らウジ虫どもをまとめて地獄へ叩き落としてくれるわ。待て。ほう、もう一匹いたか。お前はフェニックス一騎。地獄の亡者に代わって恨みを晴らしにやってきた。地獄の豪華に焼かれて消えろ。パンドラに仇を打ってくれと言われてその気になったか。はいと恨みを晴らしに。お前に命をもてあそばれた人々の恨みがこもっている。これを今こそ受けろ。カラト。俺は死を司る神。いちいち死んだ奴らに恨みを受ける筋合いはない。残念だ。俺は神など信じる資格なのに。我々のような邪悪な神など絶対に認めん。お前は少しはやるようだな。だがこのタナトスを本気にさせたのはまさか。貴様のようなウジ虫が神である私を傷つけることに絶対に不可能。絶対に不可能。そんなクイナー、フェニックスは何度でも蘇る。
フェニックスの羽ばたきをもってすればたやすいことだ。神を怒らせたことの報いを思い知るがいい。本来ならお前の五体を粉々に引きちぎって宇宙の果てにばらまいてやるところだが、このエリシオンではそこまでの流血はハーデス様に恐れ多い。だが首だけは引きちぎって地獄の煮えたぎる釜の底へ放り込んでくれるぞ。死ねえ。なんだこの共鳴は。遥か地獄界の彼方から聞こえてくる。この共鳴はまさかゴールドクロス。圧倒的な強さで聖夜たちを倒したタナトス。聖夜たちにとどめを刺そうとしたその時、遥か彼方よりエリシオンに響いたのは、冥界に残された12体のゴールドクロスが共鳴する音だった。なんだこの巨大なコスモは。バカな、ゴールドクロスがこのエリシオンに近づいてくる。神以外不可能なことを一体何者が。神、まさか。ハーデス様、アテナに引けを取らぬこの大いなるコスモは怪豪ポセイドン。アテナの壺に封印されて再び長い眠りについたはず。それがなぜ。いたぞ、サジタリアスのクロス。水亀座、アクエリアスのクロス。天秤座、ライブラのクロス。乙女座、バルゴのクロス。獅子座、レオのクロス。ゴールドセイントの魂とともに我らここにゴールドクロス装着。かつては戦い敗れたアテナに加勢するなど、ポセイドンも情けない神よな。だがゴールドクロスをまとったくらいで神である俺に勝てると思うな。バルゴのクロスよ、僕に力を。私の可愛がっている。はい、と社会の魂を感じる。今度は僕が相手だ。ポセイドンは甘いな。ゴールドクロスを奪い、こいつらに勝利を与えた瞬間に、今まではそのゴールドクロスは常に勝利を与えた。今度ばかりはそれはいかん。バーベス様の真実だ。俺は神、古尺の技、神の前、ゴールドクロスの前、万の援軍になる。アテナの様にお前たちも死ぬ。神話よりバカだ。ハーデス様の勝利となり、俺は認める。そんなことには決してさせない。レオさんの太陽を隠れ、俺は認める。治療は馬をめくと。ウィナー、ゴールドクロス、僕には強力すぎるかな。本当の力を出してしまった。
やったか何を偽りの勝利に酔いしれている。話に聞くゴールドクロスがよもやこの程度とはな。遊びは終わりだ。何？ゴールドクロスが破壊された。バカな。88のクロスの最高位に位置し、神話の時代より一度たりとも破壊されることのなかったゴールドクロスが、究極のクロスがここまで完璧に砕け散るなんて。神である俺の前でゴールドクロスの加護など無に等しい。終わりだ。俺たちに残されたものはこれで何もかもなくなっちまった。もう何もかも。ポセイドンの助力でエリシオンに出現したゴールドクロスを身にまとい、聖夜たちは再びタナトスに立ち向かった。だがそのゴールドクロスもタナトスの恐るべき一撃により粉々に粉砕されてしまう。力を使い果たし絶望のうちに倒れる聖夜。もはや万事休すかと思われたその時、聖夜の耳にアテナの声が響くのだった。どうしたのです、聖夜。こんなところで諦めるなんてあなたらしくないではありませんか。アテナ。でも今度ばかりはもう全ての力を使い果たしてしまった。ゴールドクロスさえ壊され何もかもなくしてしまった。何を言っているのです、聖夜。あなたにはまだ命が残っているではありませんか。命？そうです。人間にとって、いいえ、生きとし生けるすべてのものにとって神に与えられた最高に光り輝くかけがえのないもの。諦めてはいけません。命ある限り奇跡は必ず起こせるのですよ。聞こえる。アテナの声が、姉さんの声が、俺を励ますみんなの声が、諦めてなんかいられないんだ。この命のある限り。バカな。こいつ再び立ち上がってくるとは。これは一体何だ。体に付着していたブロンズクロスのカスが炎のように燃えている。バカな。クロスが灰と化したブロンズクロスがこのような形で蘇るとは。しかもクロス全体から立ち上る神々しさはまるで。そうだ、カムイだ。ヒュプノス、まさかこのクロスが本当にカムイだと。お前はそう言うのか。カムイ。カムイとはその名の通り、ゼウス率いるオリンポスの十二神が選ばれた神々だけがまとうことを許されたものだ。それが何故このウジ虫のような人間の体に。思い出せタナトス、神の血によってよみがえったクロスは限りなくカムイに近づく。いわばゴッドクロスになる。そして私たちは遥か神話の時代に一度だけそれを見たはずだ。ゴッドクロス。聖夜はアテナの血の助けを借り、コスモを究極まで高めたことによって
自らその伝説のゴッドクロスを蘇らせたのか。アテナの血によって復活したクロスにこんな大きな秘密が隠されていたとは。今やペガサスはただのセイントではない。見くびると取り返しのつかぬことになるぞ。俺は認めん。こんな死に損ないに何ができるか。今こそ燃え上がれ俺のコスモよ。ブロンズのウジ虫、無駄なことはやめるがいい。ファイト。調子に向かってバーベルと共に力まで蘇ったようだ。ゴッドクロスが限りなく神に近づいたのだ。所詮はクロス、神である俺が何を恐れるか。エイブル・プロビダンス。人間の身ではここまで。所詮神を倒すことなどできはしないのだ。ここまで来て倒れてたまるか。みんなの声が聞こえる。俺は諦めない。この命ある限り諸行のゲッサードス。俺はアテナのクロスを届けなければいけないんだ。調子に乗るな。お前が行けるところはただ一つだ。無限地獄と知っていよう。見ろ神の力を。忘れているようだ。それが神だと言うのだ。いいな。今こそ燃え上がれ俺のコスモよ。ファイト。なぜだ。まずここに立ち上がることができる。俺は認めん。諸行のゲッサラドス。俺はアテナのクロスを届けなければいけないんだ。調子に乗るな。俺は認めない。いいところはただ一つだ。無限地獄と知っていよう。無限地獄へ落ちるがいい。テリブルプロビデンス。うわあ！消え失せろ、ウジ虫。すべては終わりに近づいたのだ。そうだ、人間が神を倒すなどありえん。あってはならん。やはり人間の身ではここまでだ。所詮神を倒すことなどできはしないのだ。やできて倒れてたまるか。俺は認める。なるほどな。分かったぜ、タナトス。一線の気を緩めることなく。いいな。俺のコスモの方が少し上だったようだな。これが俺の実力だ。人間に敗れるなんて。やった。ついにタナトスを倒したぞ。タナトスめ、相手を見くびるからそういうことになるのだ。シェブロス、答えろ。アテナはどこにいる。彼方に見えるあの神殿、あそこはハーデス様の真の肉体が神話の時代より眠っておられる場所だ。今やアテナもその神殿で眠っている。ただし普通の眠りではない。このヒュプノスが与えた永遠の眠りだ。そしてその身はエリシオンに伝わる聖なる大亀の中に閉じ込められている。しかもその大亀は血を吸い取るのだ。真っ白な亀が
少しずつ赤く変わってゆく。やがてアテナの血をすべて吸い尽くして真紅に満ちた時、アテナの命も終わっているだろう。アテナの命はこの身に変えても助け出す。今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。このヒプノスと対戦、ファイト。何よけ、ヒプノス。行かなきゃお前も倒して通るまでだ。バカ、私はお前を抜くことはしない。さあ、面白い永遠の眠りについてもらうぞ、ペガサス。ヒプノスあろうとも俺はアテナの元へたどり着いてみせる。面白い。教えておくが、このヒプノス、単純なタナトスとはわけが違うぞ。死は全てを無にするが、眠りは何者をも破壊しない。このヒプノス、乱暴な死というものは好まぬのだが、ゴッドクロスをまとったお前はたとえ眠りにつかせてもアテナの血によってよみがえるかもしれない。気はさすがに子供を咲かせてもらうぞ。これほどの力を言ったはずだぜ。先を急ぐとな。ここで終わらせてやる。何俺のコスモの方が少し上だったようだな。まあまあだな。バカだ。ゴッドクロスをまとったとはいえ、ペガサスの力がここまで高まっているとは。この私が人間に敗れるとは。ついにハーデス神殿にたどり着いた聖夜は、大神に囚われたアテナを救い出そうとする。だが大神ゼウスの雷をもってしても破壊できないという大神は、ゴッドクロスをまとった聖夜の攻撃さえ受け付けない。起死回生の望みをかけ、聖夜は神話の時代より棺で眠り続けるハーデスの肉体を倒そうとする。自分の美しい肉体が傷つくことを何よりも嫌うハーデスは、真の肉体を持ってついに復活するのだった。お前がハーデス。なんて美しい瞳の色なんだ。これが死の国の王と恐れられたハーデスの瞳とは。まるで深い泉の底のような。悲しいな。何？お前たち人間がだ、自らの能力もわきまえず、常に大それたことをしでかそうとする。今や神が与えた地上だけでは飽き足らず、宇宙にまで手を伸ばし汚そうとしている。挙句の果てにこうして神とまで戦おうとするとは、お前たち人間にとって神とは恐れ敬うものなのだ。それを忘れた今、愚かというよりもあまりに悲しい存在だ。バカな！お前が敬うに値する神だとでも言うのか？神とは正義であるはずだ！人間を抹殺して地上を乗っ取ろうとするような悪の神のどこに正義があるか！今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ！天に唾する愚かなる者よ、さあ
殺してくれるぞ。ファイト。ハーデン。何俺は貴様を神などと認めない。俺の命を、ヤスボを全て燃やし尽くして、ハーデスお前を撃つ。どけ、セイント。オーナメの中のアテナ、死にきれずに苦しんでいるのが分かるんだ。ロウ自らの手で攻撃。アテナが死んでいないというのならなおさらのこと。アテナは絶対に殺させはしないぞ。目を覚ましてくれアテナ。俺がハーデスを倒すから。だが、あの赤い女の子はとも純白だった。あの赤は全て吸い上げたアテナの血。何俺は絶対にサオリさんを助ける。地上の正義のために、愛する人たちのみんな、俺のコスモの方が少し上だったようだな。これが俺の実力だ。信じられん。まさかこんなものが世の体に傷を負わせるとは。そういえばこの男、そうだ、神話の時代に一度だけこのハーデスの肉体に傷をつけた男にそっくりではないか。確かあの時のセイントもペガサス。許せん。この男だけはもはや二度と転生できぬようにして葬ってくれるぞ。さっきからわけのわからんこと。お前たちがいかにあがこうとももはや全てが終わったのだ。見ろ、暗黒に包まれた地上の姿を。そうだ、今や太陽は完全に月に覆い隠された。ここにグレイテストエクリプスは完成したのだ。一直線に並んだ9つの星は二度と動くことはない。これで地上は永遠に暗黒の世界になったのだ。今度こそお嬢際よく死ぬがよい。このハーデスから直に死を与えられることこそ光栄と思え。のこれは何かの力がペガサスを守っている。聖夜、あなたを命の玉に包みました。そこにいればハーデスも手出しはできません。まさかアテナがよみがえろうとしているのか。アテナー、今こそこのクロスを。ハーデス、神話の時代から続いたあなたとの戦い、これで決着をつけましょう。ハーデス、神話の時代から続く戦いに決着を。アテナ、人間をかばうあなたとは結局相入れることはない。もはや問答は無用のようだ。ファイト。アグナ、アテナ。さあ、何、ここからは私が相手です。ハーデス、聖ある者はいつか死ぬ。悲しい。いつかは必ず死という者に支配される。あらぬ、誰にも出来はしないのだ。何、まさかあなたは、何、このハーデスの肉体を棺からおびき出すために自らヒュプノスの手に委ねられ、その大金に入っていったというのだ。一刀両断にしてくれる。あなたは神の英雄。ウィナー、
これ以上の戦いは無意味だ。ハーデス、愛を知らぬあなたに人を罰する資格はありません。ファイト。果てない愚か、まだ立ち上がるというのか。これまで倒れていた多くの者たちのためにも、この死でくじけるわけにはいきません。聖あるものはいつか死ぬ。いつかは必ず死というものに支配される。抗うこと誰にも敵はしないの。何、まさかあなたはこのハーデスの肉体を次からおびき出すために、自ら人の先生に委ねられ、その大亀に入っていく。アテナ、あなたは神なのだ。なのになぜそうまで愚かな人間のために戦うの。違います。あなたが思うほど人間は愚かではありません。人間ほど愚かな存在があるか。だからこそ地獄が必要なのだ。そうなれば未来永劫の苦しみがあるか教えねばならんのだ。帰るのです。それはあなたの傲慢というものです。帰るのです。待てなよ。死んだりも決着の時が来たようだな。兵たちが力を合わせて届けてくれたアテナ、この戦いでまた一つ神として成長できました。私はまだまだ力不足なんですね。一匹の虫も殺さず、一輪の花も摘まずに一生を終えられる人間が一人でもいるでしょうか。どんな善人でも悪行は犯してしまうものなのです。ならば人間はその存在が罪であろう。いいえ、それが生きていくということなのです。それらの罪は死によって全て清められるのではないでしょうか。なのに生前の罪を理由に人々を苦しめるなど、ハーデス、あなたは間違っています。人間をかばうあなたとは結局相入れることはない。もはや問答は無用のようだ。さあ人間のために死ぬがいい。サオリさん、聖夜、しっかりして。聖夜、地上では姉さんが待っているのよ。アテナ、姉さん。聖夜、死なないで。死んではダメ。あなたを愛する人のためにも生きて、お願い聖夜。アテナよ、人間と一緒にいるうちにあなたもすっかり愚かになったようだ。ペガサスが命がけで作ったチャンスを泣きじゃくってみすみす逃すとは、そのペガサスも自ら死に飛び込むとは、つくづく愚かな男よ。ハーデス、あなたは愛というものを知っていますか。何？確かに神から見れば人間はどうしようもない愚かな存在かもしれない。でも人間はどんな人でも愛というものを持っているのです。その愛のために人間はどこまでも優しくなれる、どこまでも強くなれるのです。たとえ神といえども、愛を知らぬあなたに人を罰する資格などありません。ハーデス、
神話の時代から続く戦いに決着を。たかが人間がいくら力を結集したところで神を討ち取れると思うのか。はいと。行きます。あと話よ。反抗の速さだけか。ならば愛など何の力にもならぬことを思い知って死ぬがいい。そうはさせんぞ。悲しんだ。俺たちのコスモよ。アテナを、アテナを守るんだ。諦めなさい、ハーネス。もはや、あなたの負けです。何？だが、決着はまだついておらん。アテナへ動け。あなたの胸にこの剣を立ててくれる。アテナ、帰るの。僕のコスモ。アテナ、今こそ俺の全てをあなたに託す。死ぬ。一気。何だ、この者たちのコスモ。エゴだ。ビナ、アテナよ、あなたも。ハーデス、愛を知らぬあなたに人を罰する資格はありません。はいと。耐える。アテナ、耐える。まだ戦えるというのか。耐える。それは何者にも耐えることはないのです。耐えるのです。アテナ、耐えるのです。僕もガスも。アテナ、今でも俺の全てをあなたに託す。死ぬ。一気。耐えるのです。信じられん。何だ、この者たちのコスモは。悲しみのコスモをお渡しします。俺たちのコスモは今こそ。悲しみ、俺の女神、池の杖に。みんな、ハーデス、愛を知らぬあなたに人を罰する資格はありません。私にもコスモの何たるかが分かりました。ついにハーデスを打ち破ったぞ。見たか、聖夜。僕たちは勝ったんだよ。死を統括するヨガ、神であるヨガ、この冥界において倒されるというのか。信じられん。だがこのハーデスが滅べば、世が作り出したこの冥界も同時に消える。地獄もエリシオンも全て。アテナ、あなたたちもこの世界の崩壊に飲み込まれ、共に消滅せざるを得ないだろう。結局、人間たちに完璧な勝利などありえぬということだ。アテナよ、あなたは神でありながら一体いつになったら気づくのか。愛など人間がきれいごとで作り出した妄想に過ぎんということを。目に見えぬ愛など所詮何人も信じてはいないのだ。何人もな。ハーデス、私には聞こえるのです。愛のために身を燃やす人間たちの命の声が。それは喜びの歌、それは希望の光。みんな帰りましょう。光ある世界へ、光あふれる素晴らしいこの世界へ。
戦いを振り返るのか、お選びなさい。